こんにちは。今日は、こんにゃくで作ったサラダ麺食べていきたいと思います。ちょっと麺は見えないんですけど、野菜たっぷりで、下に、そのこんにゃくで作ったサラダ麺っていうのが入ってます。ちょっと今日はヘルシーにいきたいと思います。野菜たっぷりで、ハムとミニトマトと、レタスと、あとなんだっけ、ベビーリーフだったかな、と半熟に作れた、今日も半熟に作れてる卵です。で、上にドレッシングかけました。イタリアンドレッシング、よし、美味しそう。あと味噌汁、インスタントです。では早速いただきます。うまそう。こんにゃく麺っていうのは初めて買いました。果たしてどんな感じなのか、こんな感じ。普通に麺です。こんにゃくだ。こんにゃくの麺だ。こんにゃく麺、うん、こんにゃく麺、こんにゃく、美味しい。さっぱりしてます。本当にサラダ麺って感じですね。美味しい。ドレッシングたっぷりかけて、美味しいです。寿司もうまいです。あっ、卵、うん、やっぱり卵があると満足感が違いますね。うまい。でもこう麺の形してると麺食べてる感じで錯覚していいですね。ドレッシングうまいな。
うん、ごちそうさました。あ、美味しかった。こんにゃくで作ったサラダ麺を使ってサラダ、野菜たっぷりのサラダ麺でいただきました。美味しかった。野菜たっぷりだったからか、ドレッシングいっぱいかけたからかなのか、結構満足感があります。お腹いっぱいです。美味しかった。そのこんにゃくを使ったサラダ麺も見た目が麺で、ちょっと麺を食べてる感覚になって、見た目的にもすごい食べてる感じがしてよかったです。美味しかった。またいろいろ作って食べていきたいと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントよろしくお願いします。ではバイバイ。